皆さんこんにちは、こんばんは、キツナあかりです。楽しいゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいました。皆さんはゴールデンウィーク楽しく過ごせましたか？私は子供の日に急遽一つ葉くらい祭りを開催しちゃいましたよ。今回はその時の動画になります。急な開催にもかかわらず集まってくれた皆さんありがとうございました。これは一つ葉くらい第1戦目ドミネーション成田編であります。やはり爆発物はいいですね。見てても派手で祭り感があります。いろんな人たちが吹き飛ぶ様は笑いが絶えないのではないでしょうか。このマップは良かったですね。みんながみんなではないのですが、たまに知らない人が混じっていてルール無視で遊び出す人がいますからね。最初から固定砲台や設置武器がないマップを見つけられればルール無視もできないので安心です。一つ葉くらいに関してはこれが銃剣祭りだと狙撃しだす人が出てきて、銃剣祭りの開催は考えてしまいます。いけないいけない、楽しい一つ葉くらい祭りの光景が愚痴で埋まってしまいます。切り替えていかないと。ほら、やはり参加型をするならみんなで楽しくできないとですね。こんな感じがいいんじゃないかなとか考えがありましたらコメント欄の方にお願いします。参考にさせてもらうかもしれません。次の開催は安定の未定ではありますけど、ルシの気分が高まったら開催される仕組みになっていますから、それまでは皆さん楽しみにお待ちください。たくさんの人が参加してくれたら嬉しく思います。それではここからは安定のプレイ動画になります。よかったら吹き飛ぶ様子を最後までご覧ください。かなりはしょっていますが、この調子で皆さん2戦目も頑張ってください。